アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、影のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、老楽屋リチャです。令和6年1月28日、場所は大阪 MK タクシーフィールドエクスポにて、2023シーズンオーシャンボールトーナメント、そのオーシャンボール代表決定戦、京都サウスベアーズ対金沢ワイセンベルグの一戦がまもなく行われます。試合開始14時30分キックオフ予定です。現在その両チームが試合前のウォーミングアップを終えまして、試合開始までの最後の確認をしております。今回行われますオーシャンボールは、いわゆる草アメフトと呼ばれております社会人の中でも、いわゆるノンスポンサー、そしてそのアメリカンフットボールを志向する方々が集っております JPFF 日本プライベートフットボール協会が主催しております日本一決定戦になっております。学生会、社会人会に属さない、いわゆる独立リーグという形で各地で活動しておりますアメリカンフットボールリーグの、その日本一を決する一戦として注目されている一戦であります。この一戦が来月2月11日に岐阜長良川メドウで行われます。この出場権をめぐりまして半年間にわたりまして各地に置いてこの戦いが催されておりましたが、その中におきましてその代表権の一つを決する試合がこの一戦となります。その試合に出場しますのが、ご紹介させていただきます、手前側に陣取っておりますのが西日本地区を制しました京都サウスベアーズ。かつて1990年代そして2000年代にかけましてオーシャンボールを制覇しました強豪チームではありますが、苦しい時期がありましてなかなかその再びの舞台に挑めない状況にあり、今季久方ぶりにそのチャンスを得ました。これをものにせんとこの一戦に挑みます。そしてそれに対応しますのが、中日本地区を制しまして出場してまいりました金沢ワイセンベルグです。そのチーム名が宿しますように、北陸金沢にチーム拠点を置いております。皆様の記憶にも新しい、正月にありました災禍、能登半島大地震を経まして、このせっかく得ましたチャンスでしたが、しかし出るか否か非常に厳しい判断を迫られました。その中におきまして、何としても石川にそのエネルギーを送らんとするその判断を取りました。あえてこの地に赴き、日本一決定戦オーシャンボール出場に挑みます。2019年にもその中で一気にこの西日本中日本を制しましてオーシャンボールを進出しましたが、しかしこの時には残念ながら力折れず準優勝に終わっております。その無念をなんとか取り返さんと、コロナ禍の非常に厳しい中、出場権をあえて得られないという厳しい状況も乗り越えましてこの一戦に挑みます。ヘッドラインズマン岡田。現在両チーム首脳陣が中央に集まりまして、試合開始前のコイントスを行っております。バックジャッジ山本、フィールドジャッジ雪村、ゲームクロック八木、プレークロック坪川にて行われます。コイントスの選択権は京都サウスベアーズが取りました。金沢ワイセンベルグキックオフ、京都サウスベアーズリターンで試合が始まります。前半のレシーブを選択、前半戦は白のユニフォーム金沢ワイセンベルグのキックオフで試合開始となります。
この試合は1クォーター12分の正式計時で行います。早速チャット内のメッセージありがとうございます。上成さんは西川からの、石川からの応援しています。頑張れワイセンベルク。能登地方はまだ未だにその最下にあります。非常に厳しい石川県の状況、しかしその中から参戦しましたワイセンベルクをぜひ応援お願いいたします。木南さんはメッセージありがとうございます。緊張してきましたということですね。この試合はそれぞれの思いが募っていると思います。京都サウスベアーズはようやくという形で復活の時を縁とするその絶好の機会を得ております。これを逃したくない思いは募っていると思います。それに対して金沢は地元のその様々な声を何としてもここで一つの形に上げんという形でこの一戦に挑みます。さあどちらが果たしてこの試合をものにできるでしょうか。試合が始まりました。さあこれはいいリターンになっている。ナイスリターン。まずこのキックオフリターンを京都サウスベアーズ22番左ホープン展開しまして自陣45ヤード付近を確保しました。素晴らしいリターンしましたのは22番の富田でした。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進し攻撃権を更新するか、その過程で相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは京都サウスベアーズ自陣47ヤードからのファーストダウン、1回目の攻撃に入った。まずランプレー、これはナイスラン、ファーストラン。まずサウスベアーズランニングバック22番にハンドオフしまして左オープン展開しました。22番スピードに乗って味方ブロッカー生かし一気に10ヤード以上ギャインし一発で攻撃権更新としています。これによりまして京都サウスベアーズは相手陣に入りまして再び1回目の攻撃に変わります。16ヤードをギャインしファーストダウン獲得。京都サウスベアーズ金沢失礼しました、京都サウスベアーズ相手陣37ヤードからのファーストダウン点。さあまた再びランプレー、今度はハンドオフで中央へのランプレーを選択しました。キャリアは42番、このボールを託されまして約4ヤードのゲインに変えております。見事ランを決めましたが42番の高橋でした。京都サウスベアーズこれにより残り距離は6ヤードに変わります。京都サウスベアーズ2回目の攻撃、京都サウスベアーズセカンドダウン6、ボールオンは相手陣33ヤード。今度はパスプレーです。パス成功。パス成功。右に展開しておりましたワイドレシーバー22番にほとんど真横に近い前パスを投じました。アメリカンフットボール攻撃チームはボールを開始する地点から後方より一度だけ前にパスができます。この権利に関しまして約3ヤードのゲインを果たしました。失礼しました、約5ヤードのゲインとなっています。さあこれにより攻撃権更新、必要距離は1ヤードに変わっております。この1ヤードどのようにして攻めるでしょうか。攻撃の回数は3回目になります。京都サウスベアーズサードダウン残り1ヤード。これは金沢ナイスディフェンス。ここでクォーターバック17番プレイアクションランをフェイクにしてパスを投じようとしましたが、ここで金沢がディフェンス陣殺到、クォーターバック17番追い込みましてパスを投じることなくプレーを終了させました。結果的に京都サウスベアーズはフォースダウンに変わります。4回目最後の攻撃権です。さあこの残り1回、果たして京都サウスベアーズどのように行使するでしょうか。ボールは相手陣32ヤードの位置にあります。さああえてプレーをします。ここで5ヤード獲得しないと攻撃を失うが、さあこのフォースダウンギャンブル決まるか。パス不成功。金沢ナイスディフェンス。ここでパスプレーによりこの状況打開図らんとプレーを展開しようとしましたが、スタートのタイミングが狂いました。
結果的にプレイヤーとのコミュニケーションが取れずパス失敗に終わっております。これによりまして金沢に攻撃権変わりまして、今度は金沢ワイセンブルグの攻撃に変わります。攻守交代です。テイクオーバー。自陣32ヤードから前半最初の攻撃開始。さあ攻撃権を取り返す形になりました金沢ワイセンベルグ。まずこの試合最初の攻撃シリーズに入ります。ボールオン自陣32ヤードからのファーストダウンテン。インターセプト、ターンオーバー。インターセプト、攻守交代。ここで金沢まずパスプレーから入りました。一気に状況を打開図らんとして投じられましたパス、しかしこれを取りましたら京都サスウェアーズ22番。パスダッシュによるインターセプトにより攻守交代です。攻撃権変わりまして京都サスウェアーズの攻撃に変わります。見事ビッグプレーインターセプトを決めましたのは22番の富田。さあこれによりまして攻撃権を奪還しました京都サスウェアーズ。相手陣31ヤードからの攻撃に入ります。京都サスウェアーズファーストダウンテン。敵陣31ヤードからファーストダウンテン。これは金沢ナイスディフェンス。まず京都サウスペアーズは真横に展開しました9番にヒッチパスを投じました。そこから9番のキャッチアンドランを図らんという状況でした。これをディフェンス素晴らしいチャージかけまして3ヤードロスに変えています。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。これによりましてむしろ押し返す形に金沢になっておりますが、しかし京都サウスペアーズ有利な位置には変わりません。ボールオン相手陣32ヤードからのサードダウン12、失礼しました、セカンドダウン12です。さあ今度はランプレー、再び横へ投げると見せかけ今度はランニングバックにハンドオフしました。託されました42番、相手の裏をつくように中央突破しまして一気に9ヤードゲインとしています。9ヤードのゲイン。京都サスベアーズ3回目の攻撃。見事なランをしましたのは42番の高橋でした。内子大将様、金沢頑張りのメッセージ、これがチームにとって大きなエネルギーになると思います。さあしかし有利なのは京都サウスベアーズ。ボールオン相手陣24ヤードからのサーダウン3。ここでホイッスル。ここで京都前半1回目のタイムアウトを取ります。ここで京都サウスベアーズ前半。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。京都サウスベアーズ現在有利ですが、ここを勝負どころと見ました。ここで一旦作戦タイムを取ります。序盤から京都サスベアーズが非常に鮮やかな攻撃を展開し、またディフェンスにおいてもビッグプレーを決めまして得点を上げんという状況に至っております。さあこれを金沢なんとかしのぎ、自らの攻撃を得る形になり反撃に入れるでしょうか。そのためには何としてもここでディフェンス奮闘が必要です。さあこれを押し切れるか京都サスベアーズ。ボールオン相手陣24ヤードからのサーダウン3。中央へのプレー、京都サスベアーズファーサー。ここでアイフォーメーションからランプレー、ランニングバック9番に託しました。9番相手ディフェンス飛び越えまして攻撃権更新です。京都サスベアーズファーサー、見事攻撃権更新果たしましたのはランニングバック9番の岸。さあこれにより攻撃権リセットし、しかもボールオン相手陣19ヤードから京都サスベアーズファーサーンテン。パス成功、タッチダウン。ここでクォーターバック17番一気にロングパス、エンドゾーンへのパスを投じました。京都サスベアーズ、このパスをワイドレシーバー15番ディフェンス振り切りまして一気にエンドゾーンでキャッチ、見事着地しタッチダウンです。先制点タッチダウンを上げました。6点獲得です。タッチダウンパス成功。
見事なタッチアンパスを投じましたがクォーターバック17番の中村取りました。ワイドレシーバー15番は藤原でした。挑戦します。トライフォーポイント、キックが決まれば1点、プレーが成功してタッチダウンとなれば2点の追加点が与えられます。そしてタッチダウンのとのワンプレー、トライフォーポイントに入ります。フォーメーションはキックフォーメーション。キック成功、1点追加。京都サウスベアーズトライフォーポイントを決めまして1点追加し、トータル7点獲得となりました。京都サウスベアーズ先制です。京都サウスベアーズトライフォーポイントのキックが成功。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けて2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはこの後にワンプレーのボーナスがあり、ここでボールを キックで決めますと1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外の得点としては自分たちのエンドゾーン内で倒される自殺戦セーフティーの2点です。アメリカンフットボールの得点パターンはこのように2点、3点、6点、7点、8点の組み合わせになっております。この足し算によりまして引き分けが起こりにくい得点方式になっています。そして試合は先ほど得点を挙げた京都サウスベアーズのキックオフで試合再開です。さあこれのリターンに数は入った、リターナーは2番、スピードに乗りまして左オープン展開を図りました。ディフェンスのカバーはマクランというところでしたが、ボールオン自陣26ヤードからの攻撃となります。この位置からカンザーの攻撃となります。アメリカンフットボールは得点を上げた側がキックオフをし試合を再開します。ラグビーと違いまして失点をした側が次の攻撃をエアーいい形になっております。ボールをリターンした地点自陣26ヤードから金沢ワイセンベルクの攻撃開始。さあ失点を許しました金沢でしたが、この攻撃シードを見逃せまして、この状況をさらに持ち直さんというところでしょう。ボールオン自陣26ヤードから金沢ワイセンベルクファーストアンテン、ここでホイッスル。フィールド上に黄色いウエスが落とされています。イエローフラッグ反則が発生しています。審判団からフィールド上に黄色いマーカーが落とされますと反則発生となります。この反則は果たしてどちらになったか、まもなく審判団からコールされます。試合スラップ前の反則です。ディレイオブゲームオフェンス、ペナルティは5ヤード、オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、試合制限時間内にプレーを開始しなかったという反則です。オフェンスには制限時間があります。この時間内にプレーをしないと5ヤード抜退となります。従いましてワイセンベルグファーストダウン15で試合再開。さあまずランプレー、後方にいたテイルバックにボールを託しまして右オープンへ展開しました。キャリア2番なんとか突破線というところでしたが、ゲインは3ヤードにとどまっております。金沢ワイセンベルグキャリア2番はタダです。さあまず初手をランプレーから入りました金沢。この2つ目のセカンドダウンの攻撃は果たしてどのようなプレーにするでしょうか。ボールオンは自陣24ヤードからのセカンドダウン、ワイセンベルセカンドダウン、さあ今度はクォーターバック自らの中央へのランプレー。本来パスを投じ、そしてランニングバックに託す側にありますクォーターバックが自らボールを持ちまして中央へのパワープレーに入りました。これが構想し約7ヤードのゲインになっております。さあ金沢もランプレーによって徐々に状況を打開図らんというところでしょうか。ボールは自陣31ヤードに変わりました。金沢ワイセンベルグサーダウン5、ファーストダウン獲得まで残り5ヤード、これは京都ナイスディフェンス。ここで金沢ランプレーにより右オープン展開を図らんというところでしたが、ここで京都サスベアーズ32番見事に対応しまして、このランプレーを阻止しております。フォースダウンに変わります。見事なタックル対応しましたのは京都サスベアーズ32番のプレイヤーでした。32番山下のナイスプレー、進めることはできませんでした。
さあ金沢この最後の攻撃権フォースターンフォーメーションを変えます。パントフォーメーションを取りました。パントはキックによる陣地挽回を図るプレーです。しかしこのパントによりまして攻撃は放棄する形になります。ナイスパン。このパント転がりよく相手がキャッチできない低弾道でしかも前に転がっていく弾道で右サイドライン駆け上がりました。結果的に陣地大きく挽回し京都サスベアーズ陣32ヤードで攻守交代となります。押し返された形ですがしかし京都サスベアーズ攻撃権を得ました。ボールオン自陣27ヤードにセットされております。攻撃権は京都サスベアーズ自陣27ヤードからファーストダウン10。さあ京都サスベアーズの攻撃に変わります。ボールオン自陣27ヤードから京都サスベアーズファーストダウン10。さあランプレーから入った。レシーバーが少ない左サイドにランプレーを投入しました。ランバック22番ハンドオフから左オープンに展開相手をまくるように約4ヤードのゲインとしています。タックル下側金沢キャリア22番は富田でした。岡村みなみでした。京都サスベアーズセカンドダウン6。京都サスベアーズセカンドダウン6。ボールオンは自陣31ヤード。インターセプト、ターンオーバー。ここで今日サスペアーズパスプレーに入りました。しかしそのパスを取ったのは金沢42番。パスをダッシュしインターセプトで攻守交代です。ターンオーバー。見事インターセプトしましたのは金沢ワイセンブレグ42番の尾崎。さあ相手陣入った位置の攻撃を得ました。金沢素晴らしいプレーが決まりました。金沢ワイセンブルグに変わります。金沢このチャンス生かせるでしょうか。ボールオン相手陣34ヤードからの金沢ファーストダウン10。34ヤードから4回の攻撃開始ファーストダウン10。パス不成功。ここで金沢はプレイアクションパス、ランプレーをフェイクしタイトエンドへのパスを投じました。タイトエンド、このパスをしかしキャッチできずパス不成功となっています。サスベアーズディフェンスバック22番富田亮でした。ダウンイジケータークロックに訂正させていただきます。前方へのパスは一度しか投げることができませんのでパスが不成功ですと次の攻撃に変わります。さあまず最初のプレーはしかし失敗になりましたが、この次の攻撃どのように展開するでしょうか。金沢ワイセンベルグセカンドダウン10。パス成功。クォーターバック9番右に展開しておりました。ワイドレシーバーにパスを通しまして約8ヤードから9ヤードのゲインとしています。パスを取りましたのは19番の本田でした。金沢ワイセンベルサードダウンファーストダウン獲得まで残り1ヤード。金沢ワイセンベルグサードダウン残り1ヤード。さあ中央でのプレーフルバックブロッカータイプの9番にハンドオフする大プレーで中央突破を図りました。味方ブロッカーのこと中央なだれ込みまして、さあ判定どうでしょう。攻撃権更新ファースター見事攻撃権更新です。カザワイセンベルグランニバック9番見事に攻撃権更新を果たしました。岡村素晴らしいランプレーでした。さあ攻撃権は1回目にリセットされます。ボールオンの位置は相手陣24ヤードの位置。金沢ワイセンベルグファーストダウン10。
クォーターバック8番パスを投じんと下がりましたが、ディフェンスのプレッシャーありまして前に流れ込むようにスクラムしました。タックル受けましたが約1ヤード1ヤードのゲインに変えております。粘り強いプレーを指揮しております。クォーターバックは8番の江畑です。カーザーワイセンベルク、セカンダウンナイン、セカンダウンナイン、ボールオンは相手陣23ヤード。パス不成功。ナイスパスカット。クォーターバック8番、右に展開したレシーバーにパスを投じんというところでしたが、このパスを京都サウスベアーズパスカットし、パス不成功としています。ダウン1つ失いましてサードダウンに変わります。前パスは失敗ですとボールは元の位置に戻され次の攻撃に変わります。パスを投げましたが京都サウスベアーズラインバッター8番上山陽平。さあフィールド上現在雨が降ってまいりました。1月の下旬非常に寒さ厳しい中ここで雨が降っております。さあこの天候果たしてどのように影響するでしょうか。チームタイムアウト金沢 Y 戦です。ここで金沢が前半1回目のタイムアウトを取ります。ここで金沢ワイセンベルグが前半1回目のタイムアウトの要求です。土地を降り出してまいりましたこの雨、それによりますその体調及び手先のフィーリングのその変化に対する対応も含めましてここで勝負どころのタイムアウトを取りました。代表決定戦にふさわしい非常に面白い展開になっております。さあそのタイムアウトを解けまして試合再開となります。ボールオンは金沢相手陣22ヤードの位置。金沢ワイセンベルグサードダウン9。パス不成功。クォーターバック8番右スプリントアウトからワイドレシーバー19番にパスを投じましたがディフェンスのカバーよくパス不成功となっています。金沢フォースダウンに変わります。金沢ワイセンベルクフォースダウンラストダウンです。金沢ワイセンベルグフォースダウン9フォーメーション変えました。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングス38ヤードのフィールドゴール。キック成功、3点獲得。金沢見事このフィールドゴールを決めまして3点を取り返しました。金沢ワイセンベルグ3点、京都京都サウスベアーズ7点となっています。キッカー23番佐藤海斗が決めフィールドゴール成功。第1クォーター3点獲得です。非常に攻守入り乱れる素晴らしい試合展開になっておりますがその中におきまして双方とも得点を挙げる形になっております。現在得点は京都サウスベアーズ7点、金沢ワイセンベルグ3点となっております。さあこの代表決定戦最終的にどのような形になるでしょうか。先ほど得点を挙げました金沢ワイセンベルグのキックオフで試合再開となります。さあ京都サウスベアーズリターンに入る。さあ再び左サイドライン際を駆け上がらんというリターンでしたがこれは金沢対応しまして京都サウスベアーズ自陣30ヤード付近失礼しました34ヤードからの攻撃と変わります。サウスベアーズリターナー22番富田亮が約10ヤードリターン。攻守変わりまして京都サウスベアーズの攻撃になります。
京都サウスベアーズ自陣34ヤードからのファーストダウン10。京都サウスベアーズファーストダウン10。これは金沢ナイスディフェンス。まずランプレーから入りました。ランニングバック42番ハンドオフから右オープン展開図らんというところでしたが、これは金沢のディフェンスライン陣が対応しました。64番タックルしましてゲイン1ヤードに留めております。64番は犬塚でした。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして京都サウスベアーズ7点、金沢ワイセンベルグ3点、京都サウスベアーズが4点のリードする形で攻守方向を変えまして第2クォーターに移ります。アメリカンフットボールは試合を4つに区切って行います。それぞれをクォーターと称し、第1、第2クォーターを前半、第3、第4クォーターを後半とします。第1と第2、第3と第4の切り替えでは攻守の方向を入れ替え、前半と後半の切り替えではタイムアウト、ポジショニングをリセットして試合を行います。まずその序盤となります第1クォーターは双方ともに得点を挙げて形に成功しております。京都サウスベアーズは鮮やかなパス攻撃決まりましてタッチダウンという形で、そして金沢ワイセンベルグは相手のミスに使い込み、その状況を生かさんとするフィールドゴールによって得点を挙げております。さあ双方ともに得点を挙げ、それぞれその初手となりますくさびを打つ形には成功しております。最終的にこの試合どちらが勝利する形になるでしょうか。試合は第2クォーターに入ります。攻撃権はそのまま京都サウスベアーズ。攻守方向を変わりまして京都サウスベアーズ画面向かって左から右に攻める形に変わります。京都サウスベアーズセカンドダウン9、ボールオンは自陣35ヤード。セカンドダウン、さあランプレーから入ります。ランニングバック22番にハンドオフしまして左オープン展開、そこから縦に22番切り上がりまして約6ヤードほどゲインとなっています。キャリア22番は富田です。京都サウスベアーズサードダウン、京都サウスベアーズサードダウン3、ボールオンは自陣41ヤード。ファーストダウン獲得まで残り3ヤード。中央へのランプレー、ファーストダウン。ナニマック42番ハンドオフから中央突破、その体をねじ込むように攻撃権更新を果たしております。京都サウスベアーズファーストダウン、見事パワフルなランプレーで攻撃権更新しましたのは42番の高橋でした。さあ攻撃権更新となっています。京都サウスベアーズ自陣46ヤードからのファーストダウン10。クォーターバック17番ハンドオフから右オープンへランプレー、相手の裏をつくように左オープン展開を図り約3ヤードのゲインとしています。ゲインは3ヤード。京都サウスベアーズクォーターバック17番は中村です。ディフェンスライン55番三田和樹、これを仕留めましたのは金沢ワイセンベルグの55番の三田でした。京都サウスベアーズセカンドダウン、京都サウスベアーズセカンドダウン7、2回目の攻撃です。攻撃権更新必要距離は7ヤード。パス不成功。クォーターバック17番右に展開しはワイドレシーバー9番にパスを投じましたが、このパスはコントロールミス、パス不成功によりパス失敗でサードダウンに変わります。さあ3回目の攻撃は果たしてどのようなプレーを選択するでしょうか。京都サウスベアーズボールオンは自陣49ヤードからサードダウン7、インターセプト、ターンオーバー。ここでクォーターバックはパスプレーを選択しました。
レシーバーに届くかというパスをそれをもぎ取るようにワイドタネは金沢 Y 線で9番インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー、素晴らしいインターセプトで攻撃権ダッシュ成功しましたが、金沢ワイセンベルグ9番の岡村、攻撃権は金沢ワイセンベルグに変わります。さあ攻撃権を奪い返した金沢ワイセンベルグ、ボールをマジリン40ヤードからのファーストダウン10。さあ抜けている、届くか、まだ行く、ナイスファーサー、ランニバック42番ハンドオフから左オフタックライのランプレー、そこから左にバーンアウト、相手ディフェンスを振り切り一気に独走、大きくゲインを奪いましての攻撃権更新です。金沢ワイセンベルグファーサー、素晴らしいランを決めたのは金沢ワイセンベルグ9番の岡村でした。失礼しました、42番の尾崎でした。39ヤードのランでファーストダウンを獲得です。さあ一気に相手陣21ヤードに入りましての数はワイセンベルグファーストダウン10。さあここでハンドオフ上からクォーターバック自らキープ、裏を突くようにランニバッククォーターバック9番8番が右オープン展開し、約8ヤードから9ヤードのゲインとしています。9ヤードのゲイン、見事なランを決めましたのはクォーターバック8番の江畑でした。北野様、ワイセンベルグディフェンスによく踏ん張っている、その踏ん張りがオフェンスにも乗り移ったかのような素晴らしいプレーが現在展開されております。金沢ワイセンベルグセカンドダウン残り1ヤード、ボールオン相手陣12ヤード、さあここでカウンターのダイブプレーを展開しようとしました、しかしこれは京都見事対応しておりまして1ヤードロスに変えています。岡村みなみがボールを持ちましたが、京都サウスベアーズディフェンスの集まりもよく1ヤードロスをしています。さすが京都も手だれのチームです。このプレーを許せませんでした。金沢ワイセンベルグサーダウン2、金沢ワイセンベルグサードダウン、さあ抜けた、ナイスファーサー、ランニバック42番アイフォーメーションからハンドオフを受けました、左オープンに展開、相手のディフェンスの裏を突くように左オフタックル好奇心しまして攻撃権更新です。金沢ワイセンベルグファーサー、見事攻撃権更新を果たしました。ランニバック42番は尾崎、ファーストダウン獲得、金沢ワイセンベルグゴール前4ヤード、さあ相手陣4ヤードで入って金沢ワイセンベルグファーストダウン2ゴー、残り4回でこの4ヤード突破を図ります。振り切った、飛び込んだ、タッチダウン、ここでランニバック42番にボールを託しました。相手ディフェンス殺到する中、そのタックルを見事振り下き、そのままエンドゾーン飛び込んでタッチャー、ランニングバック42番尾崎康介をボールを持ち、左金沢ワイセンベルグタッチダウンにより6点獲得し逆転となりました。見事逆転タッチダウンを決めましたのはランニングバック42番の尾崎、6点追加。さあここでトライ4ポイントに入るというところですが、ここでイエローフラグ反則が発生しています。交代規則違反、オフェンス、ペナルティーは5ヤード、オフェンスチームの反則です。交代違反、フィールドの中に12人おりました。アメリカンフットボール、ベンチの人数に対しては原則制限がありませんが、フィールド内は11人以下と決まっております。この反則により5ヤード下がりまして、トライ4ポイントをやり直しとなります。金沢ワイセンベルグトライ4ポイント、フィールドゴールキックトライ、
キック成功、1点追加、金沢ワイセンベルグ10点、京都サウスベアーズ7点となりました。23番佐藤海斗のキックが成功し、エキストラポイントさらに先制を許しました金沢ワイセンベルグですが、しかし見事にここで逆転を果たしております。ここまでの得点10点です。面白い展開になっておりました。先制をしましたのは京都サウスウェアズ、しかしそれをすかさず金沢ワイセンベルグが逆転する展開になっております。北野様、そうですね、まずここで、イエローが発生しましたのは交代違反という形ではありましたが、しかしそれにめげず見事にそのキックを決めまして、金沢見事リードを取り返す形になっております。ただいま得点した金沢ワイセンベルグのキックオフで試合再開。先ほど得点を挙げました金沢ワイセンベルグのキックオフで試合再開。さあリターンに入った京都、金沢ナイスカバー。ここでリターン22番リターンに入らんというところでしたが、すかさず金沢41番素晴らしいカバーをしまして、このリターンを阻止しております。見事なタックルをしましたのは金沢ワイセンベルグ41番の黒川でした。22番富田亮が約4ヤードのリターン。金沢勢いに乗ってきたようです。京都これを跳ね返せるでしょうか。ボールオン自陣24ヤードから京都サウスベアーズファーストダウン10、24ヤードからファーストダウン10。さあ中央のランプレー入ったが、しかしこれは金沢止めた。好調なランプレーからまず状況打開図らんというところでしたが、これを金沢70番、99番見事に対応しまして、ほとんどゲインがない状態にしております。素晴らしい対応したのは99番の村田、そして70番の宮田でした。さあ京都サウスベアーズセカンドダウンナインです。セカンドダウンナイン、さらにランプレーいった。ここはランプレーによる突破を図ります。キャリア22番に再び託しました。今度は22番、見事右オフガード付近につきまして約6ヤードのゲインとしています。さあここは力と力の攻防戦に持ち込もうというのか京都サウスベアーズ。ボールオンは自陣31ヤードから京都サウスベアーズサードアンド3。さあランプレー、しかしこれは止めた。三度のラン、今度は42番に託し、この3ヤード突破図らんというところでしたが、これを金沢70番見事にタックルしノーゲイン、フォースダウンに変えます。素晴らしい対応したのは99番の村田、そして72番の宮田でした。ほとんどゲインを与えていません。京都サウスウェアーズフォースダウン、パントフォーメーションを取ります。この転がるパントを見事キャッチしターナー24番、ボールを確保しこの攻守交代を果たしました。攻撃権変わりまして、今度は金沢ワイセンベルグ自陣33ヤードからの攻撃に変わります。荒川武俊のパント、金沢ワイセンベルグリターナー24番、川野純喜がキャッチ。タックルしたのは京都サウスベアーズ32番山下雅樹でした。攻撃権は金沢ワイセンベルグに変わっています。攻守変わりまして、金沢ワイセンベルグ自陣33ヤードからのファーストダウン10。ファーストダウン10。これは京都ナイスディフェンス。反則が発生しています。しかしここでイエローフラグ、反則が発生しています。ペナルティフラッグが出ています。さあ反則は果たしてどちらのチームにあったでしょうか。
ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりました。フライングという形の反則です。5ヤードバッタイがディフェンスが追います。従いましてオフェンス5ヤード前進し、ファーストダウン5の状況に変わります。前進からファーストダウンの攻撃のやり直しです。それぞれ5ヤード進みまして、カンザーワイセンベルグファーストダウン5。さあここでランプ、今度はアイフォーメーションのテリバックにボールを渡せ、右オフタックルのパワープレーです。相手ディフェンスも集まりましたが4ヤードのゲインを奪っております。4ヤードのゲイン、ファーストダウン獲得までは残り1ヤード。カーザーワイセンベルグセカンドダウン残り1ヤード、ボールオンは自陣47ヤード。カーザーワイセンベルグセカンドダウン1、これは京都ナイスディフェンス。ここでクォーターバック8番ハンドオフェイから自らキープによって突破を図らんというところでしたが、ここで京都ディフェンスに殺到、最終9番がタックルしこのランプレー阻止しました。1ヤードロスに変えています。見事アタックルをしましたのは京都サンスベアーズ9番の岸。カナザーワイセンベルグサードダウン、ファーストダウン獲得まで残り2ヤード。カナザーワイセンベルグサードダウン2、ここでランプレーを投入。カナザーワイセンベルグファーストダウン、カナザーここでランニバック2番にボールを託しました。2番ハンドオフから左オフタックル突破し攻撃権更新です。カナザーワイセンベルグファースター、見事期待に応え攻撃権更新果たしました。カナザーワイセンベルグランニバック2番の北田、自陣49ヤードから新たにファースターン10。カナザーワイセンベルグ自陣49ヤードからファースターン10。前半終了まで残り2分を切りました。これは京都ナイスディフェンス。クォーターバック8番がオプションプレーのキープを選択しました。オプションプレーはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーで、 QB がキープを展開しようとしましたが、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。デッドボールファール、パーソナルファール、ディフェンス60番、不必要な乱暴行為です。ペナルティ15ヤード、オートマチックパスター。ディフェンスの反則です。アンネスサウリーラフネス、不必要なラフ行為があったという反則です。ここでの反則は、アメリカンフットボールは非常に過激なスポーツでありますが、しかし節度を重んじている競技でもあります。先ほどのプレー過剰な行為があったということで反則となりました。パーソナルファウルは非常に重い反則として扱われます。15ヤードの抜体となりまして、従いまして自動的にカナザーファーストダウン獲得です。さあカナザー結果的に相手陣36ヤードに入りましてのファーストダウン。敵陣36ヤードからファーストダウン10。パス不成功、パス、これはナイスパスカバー。クォーターバック8番、ここでプレーアクションからロングパス、一気に相手の動揺をつかんとロングパスを投じましたが、見事なパスカバーを見せまして京都これを防いでおります。金沢セカンドダウンに変わります。北野様おっしゃる通り、京都非常にヒートアップしているかもしれません。しかしここの選手非常に心素晴らしいプレーを披露し、この状況を何とかしのがんとしております。逆に金沢はこのチャンス何とか生かさんというところでしょう。しかしそのチャンスがありますが、残り時間1分10秒、これを生かせないとこの状況は一旦リセットに変わります。
さあパスが通っている、振り切った、どこまで行く、ナイスゲーム、ファースター。クォーターバカチワン、ここでランプレーをフェイクにしまして、左オープンへのネイキッドのブーストレック、ボールを密造室を隠すかのようにボールを隠しまして、左オープン展開、ここを京都ラッシュかけ潰さんというところでしたが、振り切ってパスを投じ、見事攻撃権更新を果たしています。カーザーワイセンベルグ、ファースター、見事なプレーアクションでブーツレッカーのパスを投じました。クォーターバック8番は江端でした。敵陣24ヤードからファーストアンケン、前半終了まで残り、さあ相手陣24ヤードからカーザーワイセンベルグ、ファーストアンケン。さあ今度は左に展開しました、ワイドレシーバー24番にヒッチパス、そこからキャッチアンドランしまして、約5ヤードのゲインとしています。ワイドレシーバー24番川野純喜へのパス成功、ターゲットは24番の川野でした。外へ出ましたので、ここで時計は一旦止まっております。5ヤードゲイン、続いてセカンドダウンの攻撃、セカンドダウン5。さあ残り時間54秒、金沢ワイセンベルグセカンドダウン5。ここでランプレーを入れた、何枠2番にボールを託しまして中央突破を図ります。しかしここでホイッスル、チームタイムアウト、金沢ワイゼンベルグ前半2回目です。金沢ここで前半2回目のタイムアウトを取ります。ランプレーなどボールを持った選手が中で倒れました場合は時計が回り続けます。金沢ここで時間を失う状況を避けるためにここでタイムアウトを投入しました。プレーは金沢ワイセンベルクのランプレーでしたが、京都サウスベアーズディフェンスタック68番田中優希の下谷さんのメッセージありがとうございます。反則が続いているというは状況、そして非常に白熱した展開によりまして、互いにその状況を把握することが難しい白熱した展開になっているというふうに私は見ております。この点におきましても双方ともに非常に思い入れある一戦という形が伺いしている一戦となっていると私は感じます。サードダウン、ファーストダウン獲得まで5ヤード。さあその前半戦の攻防は残り時間44秒、金沢ワイセンベルグサードダウン5。京都ナイスタック、ここでランニバック2にフレアパスを投じ、2番のキャッチアンドランを図るというところでしたが、これを京都32番見事にタックしまして、阻止、フォースダウンに変えます。成功しましたが、失礼しました、2番ただ優希のパスは成功しましたが、京都サウスベアーズラインバッター32番、見事にタックルしましたのは京都サウスベアーズ32番、ロスをしています、2ヤードのロス、見事なタックルを決めました。32番の山下の素晴らしいプレーです。ファーストダウン獲得まで7ヤードを残し、ダウンはフォースダウン、ラストダウン。さあここでホイッスルが鳴っています。チームタイムアウト、金沢ワイゼンベルク、ここで金沢最後のタイムアウトを取りました。時間をギリギリまで消費し、ラストワンプレーで前半戦終了、つまり相手に攻撃権を委ねないままこのワンプレーで決着するという展開を選択しています。さあこれによりまして残り時間2分前半ラストのプレーになると思われます。金沢フォースダウンセブンの状況、ボールオンは相手陣21ヤード、金沢キックフォーメーションを取っています。フィードゴールトライ、金沢ワイセンベルフォースダウン、キックレングス38ヤード、ここでホイッスル、チームタイムアウト、京都サウスベアーズ前半2回、ここで京都もタイムアウトを取りました。ここで京都サウスベアーズ、ここで金沢の集中力を阻眼とするタイムアウトをここで取りました。心理戦が始まっております。この時間の使い方、北野様、飛田様、非常にアメリカンフットボールの醍醐味の一つと私は思っております。
さらにここでおきまして、双方ともタイムアウトを心理戦のカードとして使ってでも注目ください。さあ試合再開、金沢フォースダウンセブンフィードゴールトライ。キックブロック、これは京都ナイスです。京都このフィードゴールをフィードゴールブロックしまして、そうしました。結果的にここで前半戦終了となります。ここで前半終了です。前半ラストプレー、前半終了となりまして、京都サウスベアーズ7点、金沢ワイセンベルグ10点、金沢3点、ワンフィードゴールリード、ウィン、ワンフィードゴールリードの形で前半戦終了です。これより15分間のハーフタイムとなります。大変面白い展開になってまいりました、この代表決定戦。双方ともにタッチアン、そしてキック重ねまして、その得点を奪い合う非常に面白い展開になっております。そんな過程の中で着実にそのチャンスを生かしまして、現在金沢がワンフィールドゴールリードする形になって前半戦終了となりました。さあ双方ともこの高い点をハーフタイムで見出すことができるでしょうか。このハーフタイムのインターバル、非常に注目になると思われます。このインターバルをこの配信の休憩の間とさせていただきたいと思います。後半戦再開まもなくとなりましたら、再び音声を入れさせていただきます。さあ審判団フィールドに戻りまして、まもなく後半戦再開の時を迎えようとしております。多くの方々にチャット内のメッセージいただきましてありがとうございます。なかなか読み上げることがままならず、誠に申し訳ございません。それほど白熱した展開になっております。前半戦を終えまして、金沢ワイセンベルグがワンタッチダウンフィードゴール、京都サウスベアーズがワンタッチダウンを上げまして双方得点を上げる中、しかしその得点差3点、10対7という状況で前半戦を終えております。攻守それぞれにおきまして、素晴らしい双方魅力あふれるプレーあふれるが参見します前半戦でした。その中におきまして、最終最後のワンプレーがフィールドゴールブロックという非常に見応えある、その白熱した攻防になっております。まさに日本一を決める代表決定、オーシャンボールに挑むその代表決定戦にふさわしい一戦になっていると思います。チュンタラ様メッセージありがとうございます。闘魂、燃える闘魂ケンタロウ選手の活躍を期待していますということですが、ケンタロウ選手お名前を見ます限りですと、金沢ワイセンベルグの、西岡選手のようですね。西岡選手も守備において奮闘されているシーンが散見しておりました。後半戦もぜひご注目ください。その白熱した攻防戦ですが、打開点を見出さんという形でこのハーフタイムを双方を利用した形になっているでしょう。突破口となる策を見出すことができたのは果たしてどちらでしょうか。そしてその策は果たして実るでしょうか。まもなく後半戦再開の時を迎えます。JPFF 日本プライベートフットボール協会2023年度第30回オーシャンボール出場決定戦、京都サウスペアーズ対金沢ワイセンベルクの試合、まもなく後半戦開始です。双方フィールドに出てまいりました。まもなく後半戦再開です。後半戦は京都サウスペアーズキッカー65番のキックオフで試合再開です。65番は荒川、京都サウスペアーズのキックオフです。対します金沢ワイセンベルグはリターナーを配置しております。2番と、19番がリターナーに入った模様です。2番は多田、19番は本田です。さあリターンに入ります。手前にいました24番がキャッチし、リターン左オフタックル付近駆け上がりまして、自陣38ヤード付近を確保し、この位置から金沢の攻撃に入ります。まず後半戦最初の攻撃シリーズは金沢から展開する格好になります。
川野純喜が約10ヤードリターン。リターナーは24番の川野でした。さあ現在リードにあります金沢の方が後半最初のシリーズとなります。金沢ワイセンベルグ自陣38ヤードからファーストダウン10。これは今日となしです。まず金沢ランニーバックに逃走しまして23番右オープンランプレーを展開図らんというところでしたが、これを京都サンスベアーズ20番見事にタックルしまして2ヤードロスに変えています。見事なタックルをしましたのは京都サンスベアーズ20番の福西、2ヤードのロスを奪っています。キャリアは23番の佐藤でした。セカンドダウン金沢ワイセンベルグセカンドダウン12、ボールオンは自陣36ヤード今度はドロープレーです。パスに見せかけましてランニングバックに託す、裏を変えたフェイクプレー。これより23番中央を切り上がりまして約4ヤードほどゲインに変えています。先ほどはロスを浴びましたランニングバック23番佐藤ですが、ここは取り返す形になっております。金沢ワイセンベルグサードダウン、金沢ワイセンベルグサードダウン7、ボールオンは自陣31ヤード成功。パスインコンプリート。ナイスプレー。クォーターバック8番、ここでプレーアクションのパス、見事相手ディフェンスの裏をかくように奥に走り込んだワイドレシーバー24番のロングパスを投じました。しかし24番これをキャッチできずパス成功になっています。しかしあわやタッチダウンにならんという素晴らしいワンプレーを見事に披露しました。金沢ワイセンベルグフォースダウンラストダウンです。結果的に金沢はフォースダウンパントフォーメーションを選択します。さあトラブル発生している。判定はどうか。ビッグプレイ金沢ファースター。攻撃権は金沢ワイセンベルグ。ここのパントフォーメーションにパントにおきまして京都はリターンを試みました。しかしこの時にリターナーがボールをジャグル、点々としたボールを抑えましたのは金沢です。パントチームは直接はそのパントボール開始点を超えた段階で放棄する形になるため所有権がありません。しかし相手が一旦触れれば再び所有権を得れます。ここで得ましたことにより攻撃は結果的に大きく前進し継続する形になります。金沢は相手陣35ヤードの白からの攻撃再開、ファーストダウンとなりました。パンター23番佐藤海斗のパント。現在フィールド上負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入っております。ボールを抑えましたのは金沢ワイセンベルク41番黒川総一郎でしたので攻撃権は金沢ワイセンベルクとなります。最初の攻撃シリーズ、これにより金沢終了という形になるかと思われましたが思わぬ形で攻撃継続となりました。しかも相手陣35ヤードから金沢ワイセンベルクファーストダウン10。さあ抜けているビッグゲームファースター。ランニバック23番ハンドを託され中央突破を図らんというところでしたがディフェンス殺到するため見事な判断で右オープンにバーンアウト。相手のディフェンスの裏をつくように右オープンを独走、そのまま一気にゴール前に攻めるビッグゲーム決めました。金沢ワイセンベルグファースター。見事なランを披露しましたのは金沢ワイセンベルグ23番の佐藤。ゴール前3ヤードから4回の、さあこれにより相手陣3ヤードに入りました。金沢ワイセンベルグファーストアンドゥーゴー。
さあ、カース、凄まじい攻防。ここで再び23番目のランプレー。しかしここに京都ディフェンス陣佐藤、飛び込む凄まじいタックルを佐藤させまして、2ヤードロスに変えています。1ヤードロスを奪っています。カンザーワイセンベルグセカンダウンに変わります。ここは京都も譲りません。カザーワイセンベルグ相手陣4ヤードからセカンダウン2ゴール。さあ中央に選手を固めた、京都も固めた。さあ中いった、ここで京都もタックルス。同じくキャリア23番の中央突破、しかしこれを京都89番が仕留めまして、ノーゲイン。サーダンに変わります。キャリア23番は佐藤、タックルしたのは京都89番石田。再びランニングバック23番佐藤海斗がボールを持ちましたが、金沢ワイセンベルグサーダン2ゴール、残り4ヤード、中央へ固めている。パワープレーション、サードダウン、ゴールまでは4ヤード。さあフェイク入った、スイープ、クォーターバック8番、ハンドオフェイから右オープンへブーツレック、そこからランプアップスオプションでランを選択しましたが、ここで雨で滑ったか、スリップしまして、プレー終了、フォースダウンに変わります。金沢ワイセンベルグフォースダウン2ゴールに変わります。4回目ラストダウンです。さあフォーメーションを変え、フィードゴールトライに入った。キック成功、3点追加になりました。金沢ワイセンベルグ猛攻を仕掛けまして、一気にタッチダウン狙わんというところでしたが、しかしこれは京都なんとか阻止、しかしこのチャンスを逃さんとフィードゴール決めまして、3点追加となっています。金沢ワイセンベルグ13点、京都サウスベアーズ7点、その差6点に変わっております。ここまでの得点13点です。先ほどの選択、ギャンブルかあるいはフィードゴールか、非常に難しい判断もあったと思いますが、これはチームのポリシー、戦略があると思います。金沢はあえて着実に加点をする選択をし、見事それを成しまして3点追加となっております。その金沢のキックオフで試合再開となります。京都リターナーを2枚配置しております。さあ京都リターンに入った、金沢しかしこれをカバーする、右サイドラインが駆け上がらんとする状況をしかし仕留めまして、京都サウスベアーズ自陣30ヤード付近からの攻撃に変わります。金沢ワイセンベルグキッカー23番佐藤海斗のキックオフで試合再開。これを京都サウスベアーズリターナー22番富田亮が約9ヤードリターン。パーニーメッセージありがとうございます。そちらの方の試合の方が終わったかと想像しますが、こちらも素晴らしい熱戦になっております。さあ反撃に入る京都サウスベアーズ自陣30ヤードからのファーストダウン10。さあランプレー入るが、ここは金沢が対応している。前半と違いましてランプレーをかなり食い止めております。しかしゲインは3ヤード、京都奪いました。前半戦はこの状況のランプレーが非常に効果的に機能しておりました。おそらくはその前の試合にありました西日本代表決定戦の戦績を見まして、金沢がディフェンスをシフトしていたと思いますが、どうやら後半アジャストしてきた模様です。京都サウスベアーズセカンダウン7。さあ外へ振ってる、しかしこれも金沢対応する。
なんとか粘りまして約2ヤードのゲインに変えました。レシーバー20番。しかし金沢も対策を練っている模様です。なんとか粘りましてゲイン果たしましたのは京都サウスベアーズ20番の福西でした。ゲインは2ヤード。京都サウスベアーズサーダウンファイ。32番の塩川健太郎でした。京都サウスベアーズサードダウン、ファーストダウン獲得まで残り5ヤード。カザーナイスディフェンス。ここで京都サウスベアーズランパスオプションを選択しました。何枠にハンドオフをするか、クォーターバックが自らキープするかの選択肢で、ここでクォーターバックキープを選択しましたが、これを金沢見事対応しノーゲイン、フォースダウンに変わります。ディフェンスの集まりがよくノーゲイン。互いにこの試合にかけるそれぞれの準備してきたさまざまな技術が披露されております。ファースダウン獲得まで5ヤードを残し、ダウンはフォースダウン、ラストダウン。京都サウスベアーズフォースダウン5、パントフォーメーション。ここは金沢フェアキャッチ、リターンをせず確実にキャッチする選択をしました。結果的に金沢自陣38ヤードの地点を得まして、ここからの攻撃に変わります。攻守変わりました。テイクオーバー。リターナー24番川野純喜がフェアキャッチ。大師様、言霊というのは非常に恐ろしいものですね。私もできる限り発言には気をつけたいと思います。攻撃権は金沢ワイセンベルグ自陣38ヤード。攻守変わりました。金沢ワイセンベルグ自陣38ヤードからファーストダウン10。さあまずクォーターバック8番ハンドオフフェイクから自らキープ、あるいはランプレーをフェイクにしたオプションプレーだったかもしれません。右オープン展開しまして約2ヤードほどのゲインに変えております。まず最初のランプレーを決めましたのは金沢ワイセンベルグクォーターバック8番のエバタ。大志さんは確かに金沢のテイクオーバーターンオーバー非常に大きい効果を発揮しています。これがこの接戦、そして非常に有利な展開を生んでいると想像できます。さあランプレー入った。今度はランニング枠に託した、託されました。ランニング枠タックル受けながら右オープン展開し約7ヤードのゲインに変えております。キャリアは42番の尾崎。ここでホイッスル。ここで負傷者が発生したためレフェリータイムアウトが取られます。滋賀の虎様、メッセージありがとうございます。頑張れワイセン、金沢への応援メッセージかと思われます。確かにそうですね、滋賀県は、北陸地方に非常に近しい位置にあります。おそらくは関係者の方も多くおられるのでしょう。金沢に対する思い入れあるメッセージありがとうございます。残り1ヤード。さあ試合再開です。金沢サードダウン残り1ヤード。さあ京都ディフェンスサットナイスディフェンス。ここでランプレーによる突破を図らんというところでしたが、京都これを見計らい中央にディフェンス陣殺到し、このランプレー阻止しフォースダウンに変えています。ランプレーを試みましたが、京都サウスベアーズディフェンスライン97番高木誠也がタックル。タックルしましたのは京都サウスベアーズ97番高木でした。ロスを奪っています。金沢ワイセンベルグフォースダウン2、パントフォーメーションを選択します。
このパントは絶妙の転がりを見せまして、京都サウスベアーズ陣8ヤード付近でボールデッド。この位置で攻守交代となります。テイクオーバーで攻撃権は京都サウスベアーズに変わります。しかし非常に厳しい位置に追い込む形に金沢成功しました。京都サウスベアーズ自陣9ヤードから攻撃開始です。さあ取り返す形になりました。京都しかし自陣9ヤードからの攻撃に入ります。京都サウスベアーズファーストアンテン。さあ中央へのランプレー入った。ディフェンス殺到しましたが、これを払いのけるように中央へのランプレーを22番完行し、セカンドエフォートで1ヤードゲインに変えております。タフな状況ですが、これをゲインに変えましたのは京都サウスベアーズ22番の富田です。タックルしたのは金沢ワイセンベルク。大志様、北野様、先ほどのパンス非常に素晴らしかったと私も思います。私の後ろですが、レベルが高いチームではなく低いチームであるほどにキッキング、そしてワンプレーのその成否が非常に大きく問われると思っております。パスが通った。失礼、パス不成功です。パス不成功の判定。ここで一気にロングパスを投じ、状況を打開を図らんと奥へ走り込んだ2番にパスを投じました。2番これをキャッチしましたが、しかしフィールド内で着地できず、パス不成功となりまして、サードダウンに変わります。一瞬の隙を突く素晴らしい選択だったと思います。しかし残念ながら決まりませんでした。京都サウスベアーズサードダウン9。さあ陣地は厳しい状況。さあクォーターバック自らの総力で突破を図りました。キュービードロー、裏を突くようにクォーターバック自らがドロープレーで中央突破を図らんという選択でしたが、これを金沢見事対応しフォースダウンに変わります。京都サウスベアーズフォースダウン。京都サウスベアーズフォースダウン、パントフォーメーションを選択します。陣地は非常に厳しい。なんとか打開なるか。これも絶妙でした。リターンができないギリギリの対空時間でハーフウェイ付近まで蹴り込み、そこから転がさんというところでしたが、残念ながら雨の影響でしょうか、ハーフウェイ付近で止まりまして攻守交代となります。しかし双方ともパントで素晴らしい展開をしまして、状況を現在イーブンのハーフウェイ位置に戻しております。荒川武俊のパントにより攻撃権は金沢ワイセンベルグに変わります。さあ攻撃権変わりまして金沢の攻撃、ボールオンは自陣48ヤードからのファーストダウン10。ファーストダウン10。ナイスラン。なにわく2番反応を託され左オープンを展開、ディフェンス殺到する中、相手ディフェンスを振り払い飛び越えまして、さらに前進し約4ヤードのゲインとしています。鮮やかなランを決めましたのは金沢ワイセンベルグ2番のタダ。金沢ワイセンベルグ相手陣48ヤードに入りましてのセカンドダウン6。さあ再び今度は中央へのランプレー、ハンドオフから着実にランプレーを重ねるというところですが、京都も踏ん張ります。ゲイン約2ヤードにとどめています。キャリア2番は多田。さあここでホイッスルが鳴っている。
ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーター終わりまして、京都サウスベアーズ7点、金沢ワイセンベルグ13点、その差6点の状況で最終クォーター第4クォーターに移ります。第30回オーシャンボール出場決定戦、西日本地区代表京都サウスベアーズ対双方ともに新規対全てが揃うような形の白熱した攻防が展開されております。この代表決定戦、策そして知略全てを使い尽くしまして双方攻め入っております。その素晴らしい攻防戦は現在京都が7点、金沢が13点、金沢がリードする形で最終クォーター第4クォーターに移りました。この熱戦、まもなく残り試合残り時間12分で決着となります。さあ、これに勝利しまして、その最後のオーシャンボール出場権を獲得するのは果たしてどちらとなるでしょうか。双方とも攻守の位置を変えました。まだ さあ、これよりファイナルクォーター第4クォーターに入ります。金沢サダン4、パス不成功、ナイスディフェンス、パスインコンプリート。クォーターバック8番下がりましてパスを投じんというところでしたが、ディフェンス佐藤なんとか振り払い、パスを投じましたがディフェンス見事なカバーしましてパス不成功に変えております。オースさんに変わります。金沢ワイセンベルクフォースダウン、ラストダウン、金沢ワイセンベルクフォースダウン4、パントフォーメーションを取ります。このパントは若干シャンクする形になり、ボールは相手陣20ヤード付近で止まりました。カバーチームが抑えまして、できる限り時間を消化する形で攻守交代となります。タイクオーバー。大石様のメッセージの通り、現在ワンポゼッション差、つまり1回のタッチダウンでその状況をひっくり返るリードでしかありません。その点におきましても京都まだまだチャンスがあります。さあ、このチャンス生かせるか、京都自陣20ヤードからファーストダウン10。さあ、まずパスが通った。これは金沢ワイセン32番タックルして仕留めます。しかしゲインにはなっております。パスをキャッチしました。15番は京都サウスベアーズ藤原、仕留めましたのは32番の、西岡でした。ゲインは約3ヤード。京都サウスベアーズセカンドダウン7。さあ、ここでハンドオフオプション、クォーターバックがここで自らキープをチョイスしました。この判断によりまして約3ヤードから4ヤードのゲインに変えています。ゲインは4ヤード。ここはクォーターバック17番中村自らの走力で突破を図りました。さあ、京都サウスベアーズサーダウン3、ボールオンは自陣26ヤード、3ヤードの攻防に入ります。パスが通った、ナイスゲーム、ファースト。クォーターバック右に展開しておりましたワイドレシーバー20番にパス、20番タックル受けながらこれを振りほどいて見事に攻撃権更新を果たしています。京都サウスベアーズファースト、見事なキャッチアンダウン決めましたのは京都サウスベアーズ20番の福利氏。
11ヤードゲームキーパー。さあまずは攻撃権更新果たしました京都サウスベアーズ。ボールオン自陣37ヤードからファーストダウン10。新たにファーストダウン10。さあプレッシャー来る。クォーターバック17番プレッシャー受けながらしかしプレーアクションパスを投じんと右に展開しておりましたがしかしパージパスを投じることできずセカンドに変わります。これは金沢ディフェンス陣素晴らしいパスカバーを披露しました。京都サウスベアーズセカンドダウン内セカンドダウン皆様ご覧いただいている方々にお願いがございます。この戦できる限り多くの方にご覧いただきたく思います。叶いましたらこの配信のチャット内で簡単な形で結構です。メッセージをお入れください。また可能でしたら高評価ボタンもお願いいたします。これらのアクションによりまして多くの方々に YouTube の方がこの試合を配信を促していただく形になります。できる限り多くの方々にこの熱戦が行き届きますよう何卒ご協力よろしくお願い申し上げます。さあ先ほどのランプレーの際に負傷者が発生した模様です。レフリータイムアウトが入っております。先ほどのプレーで京都サウスベアーズは3ヤードのゲインタックルしたのは金沢ワイセンベルクセーフティー19番本田一世でした。素晴らしいタックルしましたのは金沢ワイセンベルク19番の本田でした。京都サウスベアーズサードダウンファーストダウン獲得まで残り6ヤード京都サウスベアーズサードダウン7キュービーサードクォーターバック下がりましてパスを投じようとしました。しかしそこに金沢71番が佐藤パスを投じる前にキュービーした仕留めました。結果的にフォースダウンに京都変わります。見事キュービーサックを決めましたが金沢ワイセンベルグ71番中川3ヤードのロスを奪っています。19番様本名書いてますね。大村私の後輩ですね。またやりたくなりましたか。始めましたらまた取りに行きます。さあこのパントを果敢にリターン試みました。非常に厳しい中しかしこれを24番見事確保し金沢陣36ヤードの攻撃を終えました。この試合の攻撃権獲得です。テイクオーバーパンター65番荒川武俊のパントを金沢ワイセンベルクリターナー24番川野純喜が1ヤードリターン。さあ攻撃権変わりまして金沢の攻撃に変わります。金沢自陣36ヤードからのファーストダウン10ファーストダウン10パス不成功。ここで中央を切り込んだ19番にパスを投じましたがこのパスタイミング合わずパス不成功になっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。滋賀の田さんはそうですね Y 戦の素晴らしい攻防戦しかし受け身になるなというメッセージが含まれていると私は取らせていただきました。金沢 Y 戦ベルクセカンドダウン大志さんは金沢本当に粘りあるディフェンスを見せていると私も思います。そして攻撃も随所で素晴らしい技あるプレーを決めています。金沢ワイセンベルグセカンドダウン10さあここでイエローフラッグ反則が発生しています。ペナルティフラッグが出ています。果たしてどちらのチームの反則だったでしょうか。
ディフェンス。イーガルフォーメーション、オフェンス。ペナルティーをセット。ダウンを繰り返します。先ほどのプレー、双方に反則がありました。オフェンスチームはイリーガルフォーメーション、不正な体型を用いた。ディフェンスチームはオフサイド、ボールが動く前に相手陣地に侵入していたという反則です。双方に反則がありましたため、オフセット、先ほどのプレー無効となりまして、セカンドダウン10の状況で試合再開です。これは京都ナイスディフェンス。金沢はここでリードオプションを選択しランニングバックにピッチしました。ブロッカーをつけ右オープン走らせんという状況でしたが、しかしこれを見事京都対応しまして1ヤードロスに変えています。54番山本一樹がタックル、1ヤードのロスを奪っています。さあ金沢サードダウンイレブンの状況に入ります。ボールを自陣35ヤードダウン、ファーストダウン獲得まで11ヤードさあここで選択したのは QB ドロー、パスシチュエーションでしたが、その裏をつくようにクォーターバック自らの総力で突破を図りました。一気に中央を切り上がり、攻撃権更新図らんというところでしたが、京都残り1ヤードで阻止点を出してフォースダウンに変えます。1ヤードロスをしていたのでファーストダウン獲得には残り1ヤード、ダウンはフォースダウン、フォースダウン残り1ヤードの状況ですが、金沢パントフォーメーションを取ります。さあこれも鮮やかなパントになっている。ナイスパン、ここで金沢は低い弾道で前に転がるパントを蹴りました。リターンできない状況と判断し、京都このボールをスルー、結果的に大きく陣地を金沢取り返す形に成功しました。京都陣13ヤード付近で攻守交代、テイクオーバーとなっています。さあ京都サウスウェアーズ自陣13ヤードからの攻撃、ファーストダウン10。パス成功、パス成功。クォーターバックまず左に展開していましたワイドレシーバー89番にパスを通しまして約7ヤードのゲインを果たしています。パスを取りましたのは89番の石田。京都サウスベアーズセカンドダウン3、京都サウスベアーズセカンドダウン3。ナイスダウン、ファーストダウン、ここで中央ダウンプ、一気にスピードに乗りましてランニングバック42番攻撃権更新果たしました。京都サウスベアーズファーストダウン、素晴らしいランを披露し攻撃権更新したのは42番の高橋でした。さあまず攻撃更新を一つ果たしています京都サウスベアーズ。ボールオン自陣29ヤードの位置からの攻撃に入ります。京都サウスベアーズサードファーストダウン10、新たにファーストダウン10。パス不成功、ここでクォーターバックプレイアクションからロングパスを投じました。奥に走り込んだレシーバーに投じロングゲインを図らんというところでしたが、しかしこのパスはショート、パス不成功となっています。試合時間は残り3分30秒となっています。京都サウスベアーズセカンドダウン10、京都サウスベアーズセカンドダウン10。
さあここでスクリーンパスを展開した。パス成功。ロングパスに見せかけ手前にいたランニング枠にパスを投じ、ブロッカーをつけてのキャッチアンダーランを図るデザインプレー。約8ヤードのゲインとなっています。パス成功。パスをキャッチしたのは京都サウスベアーズ22番の富田でした。しかし中で倒れたため時計は回り続けます。まもなく試合時間残り3分を切ります。その得点差は6点。ワンポゼッションリー、ワンポゼッションの差です。京都サウスベアーズサーダン2。さあ中央へランプレイいった。攻撃権更新、ファースター京都サスペアーズファースター。この2ヤードをランプレーで突破しました。京都サスペアーズキャリア42番、見事期待に応えまして攻撃権更新です。京都サスペアーズファースター、キャリア42番は高橋でした。3ヤードを減し、さあしかし時計回り続けております。ボールオン自陣40ヤードから京都サスペアーズファースター。4回の攻撃開始です。試合終了まで残り2分20秒を切りました。ファースター10。パス成功。さあ和田行く、ナイスゲイン、ナイスキャッチ、パスター。さあここで中央切り込んだ9番にパス、9番タックル受けながらこれを見事にキャッチ、攻撃権誤審相手陣に入りましたのパスターンです。京都サスペアーズワイドシーは9番岸の素晴らしいプレーでした。ここでホイッスル。京都サウスベアーズ敵陣41ヤードから新たに京都サウスベアーズ相手陣41ヤードからのファーストダウン10。京都さあこの試合ワンタッチダウンワンフィールワントライフォーポイントでひっくり返ります。京都ここでそれをできるか。ここでホイッスル。ここで金沢が後半1回目のタイムアウトを取ります。ワイセンベルグ後半1回目のタイムアウトの要求。まさに攻撃をはじめとするその絶妙のタイミングで金沢タイムアウトを取りました。ギリギリまで相手のプレー判断をするために見極めてからの後半のタイムアウトを取った模様です。双方とも素晴らしい策を入り混じれた形の一戦になっております。ありとあらゆる策が投じられていることが肌でも感じられます。その一戦残り時間1分29秒という状況になりました。現在不利にあります。しかし京都の攻撃権になっています。その位置は相手陣41ヤードから京都サウスベアーズの攻撃、ファーストダウン10。クォーターバック17番、パスを投じると下がりましたがディフェンス陣が佐藤、これをかわし右方向へのスクランブルに転じました。スクランブルは緊急発進のランプレー。しかしこの判断よく約6ヤードのゲインに変えています。ゲインはクォーターバック17番は中村でした。また外で出たためここで一旦時計は止まっております。ライン終わりましたのでゲームクロック止まっています。試合終了まで残り1分19秒。京都サウスベアーズ相手陣36ヤードからセカンドダウン5。試合時間残り1分19秒。さあ大きいことが発生している。ターンオーバー、インターセプト、攻守交代です。ここでパスによって一気に突破図らんと投じられたパス、しかしそれをレシーバーがキャッチミス。浮いたボールをしかしすかさず取ったのは金沢ワイセンベルグ32番。これにより攻守交代です。インターセプト、ターンオーバー、値千金のビッグプレーが発生しました。このチャンスを見事にものにしましたのは金沢ワイセンベルグディフェンスバック32番の西岡。フィールドに落ちる前に金沢ワイセンベルグコーナーバック32番西岡健太郎がキャッチ、インターセプト成立。この土壇場で非常に大きなプレーが発生しました。
現在フィールド上負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが取られています。まさに勢いは、京都にありといった状況にありました。この最終盤の状況でしたが、まさに一瞬の隙によって生じましたトラブルです。この隙を逃さず金沢が奪い取りまして、その攻撃のチャンスを摘み取りました。しかしまだ試合は終わっておりません。残り時間1分8秒、そして京都にはまだタイムアウトが3つ残っております。攻撃権は金沢ワイセンベルク、ファーストダウン10。さあ金沢ワイセンベルク、果たしてどうこの時間を消費するか。ファーストダウン10。さあランプレイター、ランニングバック2番ハンドオフから右オープンに展開、相手ディフェンスを飛び越えんとするランプレーを披露しました。さあ判定はどうか。チームタイムアウト、京都サウスベアーズ後半ここで京都後半1回目のタイムアウトを使います。ここで京都サウスベアーズ後半1回目のタイムアウトの要求です。先ほどのプレー金沢ワイセンベルク、ランニングバック2番多田勇樹のランプレーで、先ほどのランプレーキャリア2番の多田でした。本日非常に鮮やかなランプレーを決めておりますが、ここでもそれを披露しております。攻撃権行使にはわずかに至っておりませんが、9ヤードのゲインとなっている模様です。北野さんはそうですね、金沢の55番の三田、素晴らしい活躍を披露しております。なかなか実況の際にはそれがお伝えできず誠に恐縮ではありますが、このような形で取り上げていただいていることが非常に嬉しく思います。さあ試合再開、金沢セカンドダウン残り1ヤード、さあ中央へ大プレー、攻撃権更新になりました。金沢ファースター、ファーストダウン獲得。ここでホイッスルが鳴っています。チームタイムアウト、京都サウスベアーズ後半2回目、京都ここで後半2回目のタイムアウトを使います。本来ならばなんとかこのシリーズを封じた格好でタイムアウトを取りたかったと思いますが、残り時間を確保するためやむなくここで消費します。後半2回目のタイムアウト要求です。試合終了まで残り46秒、金沢ワイセンベルクファーストダウン10。さあ試合再開です。金沢ファーストダウン10、フォーメーションを変えました。ビクトリーフォーメーションを取ります。時間消費のためのフォーメーションです。2ダウン、時計を回します。京都サスベアズにタイムアウト一つ残っておりますが、この戦術を金沢が取った場合には止める手段が残っておりません。京都タイムアウトを取らない模様です。金沢セカンダー2ダウン、時計をさらに進めます。双方ともにその健闘をたたえ合う握手をしております。非常に素晴らしい光景です。そして試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、京都サウスベアーズ7点、金沢ワイセンベルグ13点で、金沢ワイセンベルグの勝利、金沢ワイセンベルグオーシャンボール出場決定です。13対7で金沢ワイセンベルグが勝利いたしました。これより金沢ワイセンベルグは2月11日日曜日
金沢見事な戦術、そして見事な投手を見せまして、この一戦を制し、オーシャンボール出場を果たしました。2年前、コロナのまん延防止策のため、その出場するためのチャンスを得ながら、それを辞退するという無念のシーズンを過ごしました。そして今季、能登半島大地震によりまして、その参加自体を出場危ぶまれる状況、しかしそれを乗り越え、この一戦に挑み、見事出場権獲得しました。金沢大戦ベルグ、おめでとうございます。東日本地区代表浦和ウラワーズ6点、北海道東北地区代表クルムイーグルス2点でした。1年間ご戦ありがとうございました。しかし京都も素晴らしい戦いぶりでした。近年常に部員厳しい状況が続き、なかなかこの舞台に戻ってこれない古豪の苦しみを味わっておりました。それを乗り越え、見事この舞台に復活しました京都サウスベアーズ。来季もその奮闘を期待したいと思います。ナイスファイトでした。お願いいたします。これ表彰式が行われます。すいません、試合が終わりましたが、実はこの、今年度ですね、夏にですね、金沢ワイセンベルク様、金沢アルビノフットボール協会主催の100万石ボールハウスベアーズさんがさせていただいてます、そのいろいろな方が参加したんですが、キッズチアのですね、七尾市、で活動されているキッズチアチームがですね、被災されて活動ができないというような状況にあります。で、協会にですね、お越しに来られた皆様に、募金をですね、いただいて、金沢ワイセンベルクさんはじめ100万石ボール2023一堂として、チア協会を通じて、募金をさせていただきたいと思いますので、皆様ご協力をお願いします。金沢ワイセンベルクの監督をしております宮崎と申します。報道等で、ご存知と思いますけれども、1月に、大変な地震がありまして、我々も、この試合出れるかどうかというのは非常に悩んだところであります。ただ、幸いなことに我々の方は被害が少なかったということなんですが、まだまだ本当に大変な思いをしていらっしゃる方がいらっしゃいます。どうぞ皆さんの温かい気持ちで、応援をしていただけると本当にありがたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。後ほど選手がですね、募金箱を持って、スタンドの方に上がらせていただきますので、どうぞご協力よろしくお願いします。この両チーム、実は昨年の夏、金沢で毎年行われております100万石ボールにおいて対戦しておりました。その熱戦の再来とも言うべき一戦でもありました。同時に互いにアメリカンフットボールを愛する者として、先般ありました能登半島大地震は非常に大きな災禍でありました。この中におきまして、双方ともに
何としてもその突破口を生み出したいと、新しい希望を届けんという一試合であったと今痛感しております。よろしくお願いいたします。はい、西日本支部、オーシャンボール出場決定戦、はい、無事に終わりました。で結果、ね、アナザー・ワイセンベルが、2度目のオーシャンボール出場という形になりました。で被災された皆さんもこの金沢ワイセンベルが勝ったことで、ね、復興にもう一頑張りしようという気持ちが、ね、現れるかなと思っております。その上にもっと頑張ろうと思うためには2月11日のオーシャンボールで浦和ウラワーズを倒してもらって、ね、西日本の代表として、ね、凱旋していただいたらいいかなと思っています。西日本支部の、ね、サウスレアーズも惜しいところいっぱいありました、ね、決闘したと思います、ね、スタートメンバーが少し足りないというような情報も聞いています。その中で検討されたと思います。西日本支部の支部長としては誇りを持って、ね、頑張ったなというふうに褒めてあげたいと思います。はい、ということで今回、オーシャンボール、プライベートフットボールリーグ連盟が協会がごめんなさいが、30回の記念大会を迎えます。で今までは中日本支部、西日本支部、東日本支部の3支部で、勝者を決めているっていう形を取っていたんですが、今回30回記念大会を記念して先ほど放送でもありましたが北海道東北のチャンピオン、そして東日本支部のチャンピオンで今日行われました中日本支部と、西日本支部のチャンピオン同士のファイナル4でプレーオフを行いまして、その勝者がオーシャンボールに出場するという形を初めて取りました。ですから記念すべき大会ですので本当に金沢さん、ね、これからまた練習も大変だと思いますけども、ぜひとも関東のチームに勝って西日本の方が強いんだと、中日本の方が強いんだという証明をしてきていただきたいと思います。で、今ここに中日本支部の支部長の渡辺支部長がいますので、一言、ね、激励を、特に、ね、金沢の、ね、ホームですから、一言激励をしていただきたいと思います。では渡辺支部長お願いします。中日本支部支部長の渡辺と申します。本日は誠にありがとうございました。金沢ワイセンベルさん、まずは、おめでとうございます。今日野支部長からもありましたけれども、2月の11日日曜日、長良川球技メドで、13時キックオフ、オーシャンボールとなりますので、ぜひですね、関東の、代表浦和浦和で破っていただいて、勝利していただきたいと思います。よろしくお願いします。引き続きですね、ご声援ご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。以上をもちまして、閉会の挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。この最後を祝しまして日野支部長様、そして中日本の渡辺理事長様の方から激励の言葉をいただきました。両チーム素晴らしい戦いをありがとうございました。ナイスゲームでした。誠にありがとうございました。お帰りの際はお忘れ物のないよう今一度お席周りをご確認の上お気をつけて。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはうどんだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。その姿を案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。
この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーが持たせてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。この試合をもちまして、オーシャンボールの西の代表は中日本を制し、この地を勝利しました金沢ワイセンベルグとなりました。金沢は西日本の勇者、そして中日本で死闘を繰り広げた者たちの代表として、東日本そして東北北海道を制しました浦和ウラワーズとその雌雄を決します。果たして彼らにその栄光の初の王冠が手に入ることができるでしょうか。その光景を楽しみとしつつ、本日の配信終わらせていただきます。皆様長時間にわたる配信ご観戦、そして会場でのご観戦ありがとうございました。本日の配信は JPFF 日本プライベートアメリカンフットボール協会の許可を得まして実現いたしました。 JPFF の方々、その許可いただきまして大変ありがとうございました。その配信本日実施いたしましたのは私道楽やりじゃでした。機会かないましたらまたお会いいたしましょう。そして2月11日岐阜の長良川メドウでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。